はっしーでーす。えー、千代田区のお堀のてんてんちゃんシリーズ。<laughs> いきます。えー、昭和てんてんちゃんは、えー、日本とイギリスの二重国籍で、ロイヤルファミリーの一員だった。はっはは えー、なぜてんてんちゃんが、えー、イギリスの最高位の軍人なのか、ね、それはてんてんちゃんがイギリス国籍を持つイギリス人だったからですと <laughs> イギリス人だってあれ <laughs>、えー、イギリスに EVI という、ね、真実の知識を掲げるアマゾン系の 百科事典的なインターネット回答エンジンがある。だってさ、ある。うん、ユーザーが回答する日本の、えー、知恵袋とは違って、回答者は EVI ですが、ここでも昭和天てん,てんちゃんは二重国籍だと出てくる。<laughs> その EVI が え名前言っちゃうとね、間にの入れるよ。ひ、の、ひ、んい行こう。ひろ、ひろ、ひろまる、ひろまる、ひと。ね。丸抜いてね、丸抜いて。イギリス、ロイヤルファミリーの一員。 国籍は日本とイギリスと2つ記載されてるんだよ。二重国籍ってことだね。うん、しかし、ねえー、千代田区のお堀族、ね、千代田区のお堀の人たちは籍を持たないので、うん、よくわかんないね。実際には、てんてんちゃんには日本の国籍がない。だから、 昭和天皇はイギリス人ということになる。ようわからんね、この、ここね、ちょっとね、深掘りしないとダメだね。ちなみに、えー、明治天天ちゃんとね、ね、えー、現在の天天ちゃんも、イギリスロイヤルファミリーの一員である。国籍は日本。<laughs> めちゃくちゃだね、めちゃくちゃ。<laughs> うん、もうさ、 在日が云々がダメだとかって言ってる場合じゃないね。根本だよ。元の元。根本がめちゃくちゃでたらめ。<laughs> ね<え>ひどいねうん。イギリス陸軍元帥として、大正天天ちゃんと昭和天天ちゃんがしっかりと記録に残ってんだよ、これ。 このさ、あの戦後の,あのマッカーサーとさ、記念写真撮ってるんで、ネクタイしてさ、あの昭和天てん,てんちゃん。うん、これ、有名な写真で、本当はねあの、貼っときたいけど、できねえんだよな、俺な。えーね、で、これねあの、マッカーサーとツーショットの写真が今、こうや出てるんだけど、 この写真ってね、以前は掲載していて、これがね、合成写真だったことが判明したんだって。うまくできてんね合成写真なんだ、これ。えー、すげえ。で、差し替えられた。ね、アメリカのマッカーサーと昭和天てん,てんちゃんの並んでいる写真は、イギリスの陸軍元帥と、 アメリカ陸軍元帥の写真2人がお友達であることは確実、えー、マッカーサーはねもともとこのあと戦争が終わった後アメリカ大統領にね出馬する予定だったんだけど、えー、予備選なのか本選なのか分かんないけど負けたんだよでこれもあの石屋から最終的に 弾かれたんだよこれ,これも言うとまた長くなっちゃうんだけど。えー、昭和天てん,てんちゃんがイギリス軍人として日本を統治していたという事実は日本がイギリス領の植民地だったことを意味する。<laughs> イギリスの植民地だって。ね。 次、えー、東京大空襲、ね、無差別攻撃ではなかった。うん、あれだけ、醤油弾で、ねえー。ひどい話はまだまだ続きますと。昭和天てん,てんちゃんが連合国側についていた証拠は、えー、東京大空襲での被害地域の地図を見れば明らか。 というのも、ね、うん。えー、千代田区の天てん,てんちゃんに関係ある施設は、ことごとく、ね、えー、爆撃されずに、きれいに残っていた。その象徴が皇居。一つも爆弾をしてないんだよ。つまり、東京大空襲は、 アメリカ軍とてんてんちゃん側によってあらかじめ計画されていた精密爆撃だった。精密爆撃だった。詳しくはこちらの記事をご覧くださいって書いたんだけど。ちょっと読むかな。うわどうしよう。ちょっと。 全部読むとなあ、うん。まあいいや。長くなるからやめとこう。ね。次。えー、ね、えー。ピカドン。ね。原子爆弾の特許。原子爆弾の特許。これ有名だね。えー、千代田区のお堀の昭和天々ちゃんが持ってるんだよ、これ。<laughs> 特許,だよ特許。特許なぜ、うんねえー、日本は第二次世界大戦中に、えー、原,原爆の、えー、実物試験に成功、ね。日本は原爆を開発した。第二次世界大戦中、実物試験に成功だよ。どこでやったの <laughs> 長崎と広島。 このことから昭和てんてんちゃんが広島や長崎での原子爆弾の特許は昭和てんてんちゃんが持っていたという説がありでそこに対する記事が一応あるとこれをちょっと読んでここを紹介して終わります第二次世界大戦中の日本軍の中枢が 空襲警報発令を差し止めて、生活圏への原爆投下を許し、戦時中から原爆の殺傷記録を日本の科学者に取らせ、それを戦後も引き継いで提出したことがわかる。ただし、終戦直後から軍の中枢は 極東軍事裁判にかけられ裁判にかけられなかったのはたった一人昭和天てん,てんちゃんだけ <laughs> したがって、えー、原爆の殺傷記録をアメリカに提出した大日本帝国の代表者は正規兵の イギリスの軍人である昭和天てん,てんちゃんだったことになる、えー、このことはアメリカが、えー、権利を有する核兵器特許をイギリスと日本の君主にも共有していることを意味するこれが裏付けだよということ。<laughs> <laughs> ところが、アメリカの特許法によれば、アメリカが権利を有する特許や、アメリカの安全を脅かす可能性がある特許は公開せず、条約によって特許の使用許可を与え、特許の有効期限もアメリカが必要なだけ設定することができる。<laughs> デタラでたらめだってことだよ。全部都合のいいように管理されてんだ。 アメリカの管理のもとで相続もあり、従って核兵器特許所有者は公開されない。されないんだよ。アメリカの原発特許にまで権利が及ぶ者が東京にいる。とあるので、昭和天々ちゃんが原爆特許を持っていたという話は、 信憑性がある話だよと、ね。つまり、広島と長崎に原爆を投下したのは、アメリカに渡すための人体実験のデータ収集のため、えー、原爆特許利権のためだった。ね、ひどいね。えー、昭和天てん,てんちゃんと 皇族軍人海軍将校は極東国際軍事裁判で一切の罪を問われなかった真っ先に戦争責任を問われてもいいはずなのに昭和天てん,てんちゃんは一つも罪を問われず全ての戦争責任を陸軍将校や陸軍関係者になすりつけ 永久戦犯として処刑させた。ね。ねねねねこういったことね、えー、石屋のてんてんちゃん、なかなかやる男でした。グググ。